どこを見てる？たわいもない抽象に心痛めて、生きていく上でルールがあるとすれば、それは何かをしない、それでも笑っていなきゃいけない。満員電車に揺られて明日を生きることだけのために、働く働く何かに取り憑かれたように、狂うて狂うて、そして自分は自分は子供の頃に見た夕日が今も心の中で輝いている。胸に手を当て訪ねる場所にきっと僕らへ答えが待ってる。遊んで遊んで突然壊された夜に、初めて初めて気づいた自分に、自分に、自分に。子供の頃に見た夢の話、記憶の中で輝いている。手を当て訪ねる場所にきっと僕らへ答えが待ってる。子供の頃に見た夕日の中で僕らはいつも輝いていた。胸に手を当て訪ねる場所にきっとみんなと同じ答えが待ってる。ああ。